What I'd like to do now is invite Inoki-san and Tasaki-san back on stage so that you yourself can see Sales Cloud and how that enables companies to manage their sales and drive better sales productivity. So come on. する ERP のシステムからのレスポンスであったり、こういったものをフォローしているわけですけれども、やはり彼の一番の課題というのは、彼の持っている商談、これをいかに効率よく早くクローズするかということに行われています。実際ここでは、このグリーンドットメディアさんというお客様で、今4000万円の商談を持っているということなんですが、この商談に関して、実はここの中に競合情報がアップデートされました、アップロードされましたという、その競合に関する対策会議が行われますというような情報がここに上がってきているのが見て取れるかと思います。実はこのアジェンダについてはここの上でも実際にプレビューすることができますので、ちょっと見てみましょう。このような形で実際にダウンロードしてファイルを確認をすることなくですね、クラウド上でこのリンクにアクセスをすることでそのファイルの中身を見ているわけです。これを確認して、確かに重要なミーティングだと、この重要なミーティングに臨むにあたって、自分はちゃんと理論武装をした形で、きちっとした効果的なミーティングにしたいということで、もう一度この商談の中に入っていきたいというふうに思います。この商談の中では、先ほどトップの画面でご覧いただいた、フィードの部分が全て出ているかと思うんですが、ここで確かに先ほど上がっていたそのコンペの情報というのがですね、ここの中に上がっているのが確認をされます。実際にここの中では、この中に、この商談をフォローしている人のリストの中に、実はコンペティブインテリジェンス、競合を分析するチームのメンバーが入っています。このメンバーが実は競合のチーム、グループができているので、そこに参加をしろというふうにサジェストしてくれています。実際に先ほどご紹介したグループ、ここのグループの中に参加をしてみたいというふうに思います。このグループをクリックしますと、この競合対策チームというですね、グループイングができています。このグループの中には、今これらのメンバー、右側にあるメンバーが参加をしていて、ここの中ではいろんなドキュメントが上がっているということが見て取れるかと思うんですが、この中に先ほど言っていた内容に対して、コンペの情報というのがある一人の女性から挙げられているのがあります。自分もそのミーティングに出るにあたって、そのコンペの情報の資料、この中身を確認したいということで、このコンペの情報を見ようということで、リンクをします。実際にこれも何度も繰り返すようですけど、実際にデスクトップの上にダウンロードして確認をするということをせずに、我々が持っているコンテンツライブラリーというリポジトリの中で、このコンテンツをリアルタイムに確認をすることができます。でここを見て、実はこれはいいんだけれども、実際にマーケティングの情報、もしくはレフレンスのケースであるとか、そういったものを少しアップデートしたいなといったときも、これもクラウド上でコンテンツを確認をし、かつそれで採用できそうな他のパッケージの中から資料を自由にここにドラッグアンドドロップをしたり、実際に必要のない資料を削ったり、順番を変えたりして、新たな資料を作ることができます。でこれによって、これをクローズすることで、新しい資料が明日のミーティング用に準備をされたということになるわけです。しかし、こういった中で、実は彼は、自分自身も、実はこの競合に対する資料というのを昔作ったことがあります。明日のミーティングをするときには、その資料も合わせて、持っていって、もしくはシェアした方が、このミーティングそのものが効果的になるであろうということで、その資料を、今度はこの競合製品対策チームの中でシェアをしたいということです。これはチャッターの一つの機能として、Facebook と同じように、逆に Twitter ではないんですが、ここで資料を添付するということがあります。実際にコンテンツの中から自分の用意をした、過去に使ったその競合資料を、このチームの中で共有をするということを今この上でやっています。実際に今選択をした資料を、ここの上にアップロードすると、今ここで見て取れるように、実際に、このタイムラインの中に新しい資料がですね、アップロードされたということが見て取れるかと思います。実際にこのチームに参加をしているこのメンバーは、同じようにこの資料も合わせて見ることができます。
これらの資料を用意をしたので、すべてコンペ情報も合わせて持ちましたということで、明日のミーティングについては準備万端ということで、先ほどのアジェンダ、これを今度はこのチームのメンバーに対して一斉に配信をしたいと思います。先ほどのアタッチされていたそのアジェンダを送るというのは、今までであれば実際にメールの中にそのアジェンダを添付をして送る、でそれを受けた人はそれぞれそれこで見てというようなことがあったかと思うんですが、今できることはこの上で直接これを配信をするということが、ただファイルを配信をするといったときに、今までですとかなりファイルの容量が大きいときにはですね、サーバー側で弾かれて実際に受け取れませんであるとか、そういったようなことが結構あったかと思うんですが、ここではコンテンツデリバリーという機能を使って実際にリンクを生成をし、そのリンクをそのユーザーに対して送るということができるわけです。先ほどのアジェンダをこういった形でコンテンツ配信というものを作成し、受け取る人間がどういう権利を持つか、それをファイルとしてダウンロードできるのか、もしくはビューだけできるのか、もしくはどれだけの間見ることができるのか、もしくはパスワードをかけるのかかけないのか、こういったことをすべてここで設定をして、このリンクをその相手に対して送るということができるわけです。それがコンテンツライブラリーの元々の機能になりました。で、実際にそれを受け取った人間はどういう形で受け取ったかというと、こういう形でリンクが送られていきます。で、リンクが送られてきてますので、実際にはファイルがアタッチされているわけではないので、容量としては非常に小さい。ですから、サーバーで、弾かれるということもなく、実際にレシーブができるわけです。で、受けたリンクをクリックすると、先ほどと同じようにプレビューができますということで、実際には見れるんですが、今ちょっとシステム的には反応してありますので、ここはちょっと飛ばしていきたいと思います。以上のような形で、実際にセールスの人間はいろんなタブに移っていくことなくですね、トップの画面でフィードされた情報をクリックし、そこでファイルをアップデートし、かつコンテンツデリバリーをするといったようなことで、一つの画面の中で全てのコラボレーションの結果として非常に効率の良いオペレーションが実現できたということを一つのデモとしてご覧いただきました。最後に一つ面白いアプリケーションをご紹介したいというふうに思います。先ほどチャターというのはいろんな形でアプリケーションであるだとか人であるだとかといろんなコネクションを形成をするものだというふうに申し上げましたけれども、その画面代理に書いてます。切り替えておきます。これはこのユーザーがどういう人間とをフォローしているかというものを動的にですね、ビジュアルに映し出したものになります。これはこのチャターが用意をしている API を利用して、それぞれ関連づいているものをビジュアルに映し出したものであります。これは今、どういう人をフォローしている、どうということを原型として見せているわけですが、先ほども申しましたように、チャターというのは人だけではなく、アプリケーションであったり、それ以外のドキュメントであったり、こういったものも同じようにフォローができ、かつ連携ができると、コラボレーションできるということをお知らせしましたので、そこの部分も合わせて画面に表してみますと、同じようにどういう人間が、どういうドキュメントをフォローし、それとそのドキュメントをフォローしている他の人間がどういう人間がいるかということを、ビジュアルに示したものです。先ほどのコラボレーションのものをいかにビジュアルに見せるかというところの一つのデモであります。こういったことを使って営業マンはよりチャターを使うことによって生産性を上げ、より効率よく商談をプロセスできるかという一つの例としてご紹介をさせています。